皆さんおはようございます。衆議院議員の原口和弘です。朝のご挨拶 A です。今日は木曜日で、書道についてですね、朝から私が会長してる、JP ロースフォーラム、これがございます。それで、朝のご挨拶もですね、これから多分こういう形になっていくんだと思います。朝の会議、部門会議もですね多くて、昨日は久しぶりに受かってきた小山さんとですねのお祝いをして、先ほどはご勇退された大畑先生ですね、大畑先生と、この加工会、もう寂しいことにそんなに東京に出てこれないからこれが最後だっておっしゃるんで、もそんなことおっしゃらずにどうぞご指導をお願いしますということで、写真を撮ってきました。本当に人柄の優しい方でですね、もう私たち民主党の時にもう幹事長としてですね本当に支えていただきました。だからぜひ、月に1回は東京に来てくださってご指導をお願いしますということを申し上げたところです。でさて今日はですね、この後その JP ロースフォーラム、それから決算行政監視委員会で、委員長ということで、れいわ新選組の方々の表敬でしょうか、挨拶を受けます。大石さんや、そのれいわの方々非常に期待をしています。でそしてその後今日はズームネットでですね、とても大事な会議をします。これも私が会長なんですが、核廃絶3+3、これ長梅林光道先生、それから犬塚忠先生、もう長崎大学中心ですね、3+3、つまり、日本、韓国、北朝鮮、そして、米中ロと、この議員、有志で、北朝鮮はねちょっと議員という形にはならないし国交がありませんから、なかなか文字通りはいかないわけですけども、今日1回目のシンポジウムを開きます。で出席するのはですね、私と犬塚さん、梅林さん、日本側長崎大学からも お話があるというふうに聞いています。そして、他国のですね政治家、国会議員も見えると言っても、ズームですね、インターネット上の会議ということになります。人が映り込まないように空を撮ってましたけど、これが国会ですね。もう第二議員会館に着きますんで、これで結びになりますが、昨日はね赤木俊夫さんの裁判、結局国が非を認めてということですが、しかしもう裁判続けられるとこれ以上明らかにしなきゃいけないことができないと、そういうことなんですかね。非常に無念だっていう思いをですね、やっぱり本当にこの10年をもう本当におかしくなりましたね。正義、正しい、まともなことが通用しない、そういう政治をですね変えていかなきゃいけません。もう院内に入りましたので止めます。ではごきげんよう。